の毎度おきにー。よいしょー。いや映ってない映ってない。お、来た。よいしょー。ちょ、気をつけ。了解。気をつけ。すまんね。やったな。さあ、始まりましたね。こんばんは。始まった。はい。社長出ないですか。社長。自己紹介します。まずは自己紹介。じゃあ、左から。私から。私。いきますか。はい。また黒崎高貴の川へ来ました京介です。よいしょ。おい、いつだったら出んの高貴さん、いつだったら出んのよ、ちゃんとしてよ。龍馬終わりか。はい、越前龍馬です。よいしょ。はいゆうです。はい、デュルのなつきです。はい、また髪の毛染めました。社長、カメラワーク大丈夫ですか？大丈夫です。近くないですか？じゃあ、はい、青やって。デュールの綾野剛こと近い以上、葵です。どうも3回連続。よいしょ。見てる？コウキさん。じゃあ何？はい、いいよ。じゃあ、龍馬。いやいいよ。何話しましょうね、今日は。この前ね、前回初めてだから分かんないな。板客について何でもタブーワードが出たらしく、ちょっとスレがそのおかげで上がってくれたんでね。まあ今日はほら、やっぱ危険だなって出てるよ。ジャックナイフ今日いないかな。ジャックナイフ、テレビかあれ、今日ジャックナイフ。まあでも求められたらね、いつでも。確かに、求め返そう。もっとコメントください、社長って。社長じゃないです、千原ジャックナイフのコメントもっとくれたらね、ちょっとそのうち来てくれるかもしれない。多分 CM 明けぐらい期待しててください。逆にね。何の話がいいですか？一応じゃなんですけど、まあなんか社長がまあホスライブもっと荒らしてって言ったんで、結構危険ですね。社長会いたい来てますよ。社長毎度おきね。やっぱもっと荒れるような話題をいっぱい喋っていいの？それやったよね。バレンタイン終わりなんで、ホワイトデー。いや、バレンタインで終わってみて感想的なね。まずはなんか面白いことあったかなっていう。あ、チョコ何個もらったのみんなって。じゃあこっち。青いから行こう。前回でも言ったと思うんですけど、しっかりとママとおばあちゃんだけでした。よいしょ。はい、じゃあ俺は5つかなで、すごいことがあるんですけど、ファンの子がいて、デュールの夏希宛てに、知らない子からケーキと袋いっぱいのチョコレートと、あとロワーのベルト届きました。ありがとうございます。ファンの子ありがとうございます。社長まずいっす。社長反応してくださいよ。まず社長まずいっす。鳥でいきましょう。じゃあまずいいですか、社長が始めたことですよ。社長まずい、本当にもう止まんないっすこれ。俺のカメラ見切れる。社長丸投げ。チョコ残った。チョコ何個？あ、チョコ5個もらいました。お、うちはうちはないですね。チョコですか？いや、チョコもらった数よりシャンパンいただいた数の方が多かったです。よし、あいちゃん。インフルエンザでいなかったです。出勤してませんでした、バレンタインで。どうしますかこれ。じゃあ次、あれ次の方。いや、そろそろ出番。そうですね、なんかこれ求めてるんで、そろそろ。やっぱでも、まあこう求められてるからっつって社長呼んじゃったらどうなる？いやけどコメント通りかなってそれが。ああそうですね。いやもう答えてあげないとちゃんと。俺らはちゃんとコメントに答えるコスなんで言われたらね。せーので呼びます。じゃあ誰が仕切っていかんと。じゃあ行く？じゃあせーので。せーのせーの。いやみんなで。いや。いや。iPad持ってるの。まあ確かに。そう。なんか話題作るから。じゃあなんか振ってもらいたい。そう裏側からちょっと。鶴の一声お願いします。なんかありますか？社長から。お。いや。なんか丸投げですよ。ホワイトで何欲しいかっつったらあれか求められて。何あげるかとか。何欲しいか。じゃあ欲しいもの、逆に女の子の欲しいものってなんだろうなって聞きたいな。聞きたい。じゃあホワイトで社長は君たちに頑張ってほしいんだよ。答えてあげなきゃ。ほらめっちゃいいコメント。答えよ。誰やこのコメント。じゃあ皆さんにね聞きたいですね、視聴者の人に。女の子って何が欲しいんですか。ホワイトで何もらったらみんな嬉しいですか。ちょっとください、リクエストなんかください。はい、君たちでもできるんだ。バークロ変わったものがいい。シャンパンシャンパンだよ。シャンパンだよ。いくらかにもよるな。コメディばっか食べ過ぎ。じゃあコメは無視で。けどやっぱ社長いないとそろそろね、俺らだけじゃきついわ本当に。いいんですか社長、これでこの回で終わっちゃって。来世1回ですよこれが。これいいんですね。ホワイトデーは枕。やっぱ枕がいいんですかね。いやそれはないでしょ。ないです。コメントはガン無視。えさっき夏希のチンコセントラに落ちてたよ。俺のチンコで誰拾うんだよ。いやちょっと自由すぎないこれ。やばいよ。いやいつもの。あ、そうなんだ。グダグダだったな。番組としてすごいなこれ。なんかあれかな、下ネタ的なね。天外のデートがいい。いや、ホワイトデーは何がいいんですかね。いや、どこ行きたいかな。天外のデート。天外のデート。てか天外とか何すんの？みんな天外ってやる。ああ天外やること、深夜だからやることが決まってます。あね、あ終わった後の話。それアフターね。アフター、ああアフターか。天外か。天外普通のデートか。まあ2でもいいけど、一番何したいですか。天外何したいか聞いたじゃん。聞いた今聞いた。なっちゃんに聞いたですかって。ちょっとピンクだよ。ピンクじゃ何したいですか。ちょっと横島な気持ちあるじゃん今。ほぼ空いてないから。いやそれ俺じゃないですどうしたの。みんなキレ悪いな。ねやっぱいや別にキレ悪くないけど、実際いやキレ悪いっすよ。みんなコメント言いすぎでしょいつも通り。えだって気になるもやっぱ書いてくれるからさ、しょうがない。これは見ちゃダメっすね。そうだね。あと何分ですか。今日はなアフターだったら何したいかな。ネットカフェなんかカラオケかネカフェか満喫かご飯食べに行くか。ボーリングボーリングまああるか。2人でボーリングっすか。じゃあしかもミラノボールの方でコパじゃないんすか。完全に来たね。なんか出てきたな。何がいいんですかね。まあ俺お客さんが担当と言ったって話でちょっと変わってるなって思ったのが、ハプニングバー行ってきたって。ハプバー、ハプバーいわゆるそれ変わってるわ。ハプバーって何ですか。ハプニングバー、まああれでしょ、いわゆるなんかもう何でもありの何しても OK なバーでしょ。バーね。どこまでありなんだろうね。そのまあハプニングだから何でもあり、何でもありって聞いたんだけど、その何でもって何でもって最後まで。最後まで。それ普通に人前でやるできるってこと。へえ。へえって俺も行ったことあるかどうなんすか。知ってる人いる。知ってる子いる。ハプバーで何が行ったことある人。ハプバーハプニングがあるんでしょうねやっぱり。そうなんだ。え多分みんな知らないんじゃん。てか人前でさセックスってどうなの。人前 AV 勝つ無理でしょ。 AV 勝つっていけない。人前でできるちょっといけないですよ。なえちゃうんすよ。じゃあ普通にボヨンボヨン。えじゃあさ高校生の時とかさないの、友達ん家でさなんか33でも44でもありますね、逆にそれ飲み会してさどんどん増えていくぞなんか、いや、寝てるから大丈夫 AV じゃないって AV じゃないあるでしょ、1回ぐらい俺はあるあるそれが簡単なんですか？それ簡単ですか？それは逆にめっちゃ性癖ね、前のおしっこのあー、前回おしっこの話題が一番盛り上がってたもんね。なんかでもね、あの後共感めっちゃあったいろんな女の子から「いや、おしっこかけるのは普通だよ」って言われて、確かにああ、じゃあそんな変な性癖ではノーマルだよって言われたから、確かにああ、じゃあでもあれそうじゃないですか、言ってたじゃないですか、なんか昔エッチ中に電話をかけさせるみたいな、逆でしたっけ？いや、なんか俺なんか多分寝てる時に女の子から絶対普段かかってこないようなね子から電話がかかってきて、で、もしもしって言ったらもしもしもにもになんか思ってて、なんかやってるっす。でも俺はやっぱ勘のいい方ですから僕は気づいちゃった、気づいちゃって空気読まずに社長大丈夫ですよ、映さないアップで、そのまま続けてください、そのショットだけでいいっすね、もうそのまま続けましょう。で、なんかお前今やってるんでしょって言ったら、なんかそれで多分向こうはスピーカーフォンにしてたらしくて、じゃあその俺の心ない空気読めない一言でその女の子の相手が多分興奮しちゃって、多分そのお前今やってんでしょって言った瞬間多分すげえ腰振ったんだろうね。その瞬間ピンって聞こえて、そのままそっと切るボタンを切ったんですね。めちゃめちゃ多分女が恥ずかしいでしょうね。やっぱでもやっぱそれが興奮するのかな。ああでもちょっと全然あると思う。やっぱ電話女の子にやってる最中電話かけさせるって興奮するんかな女の子は。いやするでしょ。するんすかね。それって男だけじゃないの？いや女の子もあえてバレて欲しかったんかなそれは。まあちょっとバレたい反面バレないでほしい。それバレるかバレないかの瀬戸際みたいな。電話かかってきた方の男は何もないっすよ。何やってんだよ。電話と電話でしかない。そっと握るしかないもん。いや握ったよ。握ったってことも。握ったんす。いいじゃないですかタダでね。確かに。ちょっと経っちゃう。ちょっとね。おかずが増えた。絶対男だけじゃんこれ。いやいやでも私もするってあるよ。私もする。ほら。ぜひねみんなやってもらいたいな。そうなの。なんかあんまりねこういう話すると絶対こうすごい集中攻撃されると思う。でも絶対ね絶対うちに秘めてる変態心って誰もが持ってるもんだからね。一番変態だからね。もっと語りかけて。変態拍手。変態拍手。さすが。他になんか恥ずかしがることはないよね。その自分の持ってるさフェチなり性癖なり。まあ社長も結構ね。ねじれ曲がってるからね。ちょっといない人の言わないで。悪口か。悪口なんですよねこれ。陰口だね。演者多い頼むわ。丸投げさん。逆になんかねじゃあ発表していこうじゃあ思い切って。ね性癖ね。性癖。じゃあおしっこ電話。なんで俺おしっこね。いやいや言ったから。おしっこ電話ってじゃあ。おしっこ電話。葵なんかないの。変なやつ本当言えないんだ。これじゃあ逆にこれやりたいでもいいし、願望でもいい。やりたいっすか？やりたいだと女の子にお尻の穴にグワッでっかい声でお尻の穴に指をグワッて入れてほしいですね。ちょっと舐められる。入れてほしい。入れてほしい。逆にちょっとエビが合わないよね。やってみたことないんで、ちょっと開発してほしいですね、僕。前立腺ってこと？まあまあ、僕の M を開発してほしいですね。逆に。じゃあ夏希さ、こんなとこで珍しいこんな場所でやったことあるとか、それかここでこんな場所でやってみたいみたいな。やってみたい。ホストになってからのことでもいいよ。どっちでもいい。学生時代は学校でやりたいなっていうのはやったことあるの学校で。俺はある。俺もある。一回ちょっと俺のパンツはない。店長じゃないです。待つ。学生時代はやっぱり学校でやりたいなってあるんですが、まあ俺あるけど、あとホストか歌舞伎町内、例えば駐車場だったりとか、その屋上あるあるなんか入れる場所とかあるって聞くじゃないですか、屋上。そことか駒劇広場ね。聞いてます俺の話。ごめん、俺店長にさ、店長っていうコメント上がってて、すごい喋りたそうだからさ、店長いいっすよ。店長高い、逆にめっちゃ嬉しかった。学校いいね、屋上いいね。あ、やっぱそういうね。やっぱそう。俺もう言ったからいいや。早かったね。俺スーパーの裏ないですか？スーパーの裏はないわ。ないっすか。あと車持ってたら車。ないんだ。あ、車もあるな。めっちゃありますよ。絶対ですよ。願望でしょ。俺はある話だ。リアルリアルな一番。願望じゃん。店長ってほら。同じ人じゃないですか。あ、同じ人か。一番じゃあ珍しい場所。コインロッカーの中とかでしょ。なんで俺500円入れてたの？なんで500円やられてる？でかい方、でかい方、でかい方。こっちが500円。入んないか。こっちが500円。大体顔だけ入れてる。俺顔も入らんわ。顔も入らんわ。っていうね。っていうね。勝手に終わらせないでよ。じゃあいいよ。じゃあ両方。どこでやりたいできる？あ、終わりなんだ俺。オッケーオッケー、いいよ。いやでも学校やってみなかったね。でもなんかできなかったけど、なんかやってみたい場所。願望。あ、じゃあ歌舞伎町の中だったらどこがいい？歌舞伎町の中。ああ。どこだろう。あ、やばい。じゃあ今ここで。あ、じゃあ龍馬お願い。CM 入ります。じゃあ見てカメラ目線でドン。CM 入ります。これですこれです。CM で。コロッテロリ。プラスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク。二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。なんですかこれ。結構飲みます。すごく残りますね。残る時は職業柄も営業中でちょっと飲んでるんですよ。うまいですね。激減じゃないですか。神じゃないですか。こんなすごいんや。お願いします。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。でも名前いやそれよ。はい。あざすメール、メールあざす。メール来たの。なんて来た、なんて来たメール。放送見てました。アナル攻めるの得意ですよ。前立腺プレイに興味あるのって。今メール送った人。LINE にマキって入ってるんでちょっと期待ですね。待ってます。期待で。全然こんけどね。LINE 全然乗んない。LINE じゃないですか。メール。あ、そうですか。そうです。今使わぬメールアドレス。じゃああれ。じゃあ続きね、どこでやりたいか、歌舞伎で言ってください。龍馬なんだったっけ。俺はね、俺はあれかな。いや綺麗なイメージ持ってるでしょ。なんか俺はね、デュエルのビップルームかな。ああ、ちょないって使う。ないよ。あそこいいっすよ。いいっすよ。じゃあお願いします。何を歌舞伎の中でっていう話でどこでやりたいのか的な。もうよくない？じゃあいいや。なんか後半にあったね最後。誰がお酒強いかって話。せっかくね酒もあるからね。確かに。誰が酒強いかね。お店の中で誰が？じゃあ弱いと思う人逆に自分はこの中で。この中で。まあ一番弱い。弱いというか顔に出やすい。できるだけ飲みたくはないっていう。ペロリーンしたよ。顔に出るっすね、僕多分一番。だからそれはすぐ出るよね。僕一杯飲んだだけで真っ赤っかになりそうですね。で、酔ったら今日みたいに怒るもんな。今日みたいには言わない。今日みたいには恥ずかしい。誰も知らないでしょ。え、龍馬も弱いよね。俺も最近ね、ちょっとねだんだん弱くなりましたよね。なんかね、最近飲めないよね。なんか気がついたらもう気がついたらタクシーしっぽん出ました、出ました。あれは違う、なんか俺のね、なんていうかミーティング、とりあえずあ、そうだね、ミーティング起きてることが少ないな。ああ、もう大体聞いてなくて一番うまく逃げる人、お酒はね、まあうまいんだよ。まあでも飲めるんですけどね。いやけどお酒嫌いだって言って飲むじゃん。うん、そうなんですよね。本当にね、これあんまやっちゃダメなんですけどね、大体お酒マジ飲みたくねえわって言って飲むんですよ、目の前で。女の子めっちゃ喜んでる。それちょっとうまいっすね、女の子の前で。またペロリーンしてますね。いや俺いいよ。だから酒はね、別に飲めるんですよね。京介さん飲むイメージですけどね。でしょ、弱いっていうあれを飲んでるイメージはないですよね。なんかちょっと飲みキャラないとこあるよね。飲みキャラ、いや、いいじゃん、飲みキャラでいい。まあ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 、あれ、リュウルにお酒飲めない人っているんすかね。いないでしょ、そんな人いないですよね。そろそろ出番じゃないですか。そろそろ出番じゃないですかね、スーパースペシャルゲスト。ちょ、右手あげて。俺で OK かな。見て、ちゃんとほら、店長いい仕事するな。店長、店長ナイス、店長、店長、枕何にしたかちょっと。俺じゃないでしょ、俺じゃないでしょ。そろそろ龍馬左手って書いてあげて。右手が辛いらしい。あ、昨日ね、昨日ジム行ってきて、ちょっと最近ね、社長と近所のジムを通い出してね、今までみんなでボード行った時にあばらを通ってたらいるみたいじゃん、社長が。いないっすよ、そんな。あばらをね、骨折したんだけど、まあようやく治ったんで昨日ジム行ってきたんですよ。で、まあ筋肉痛なんで右手上げるのも辛いっていう。あ、じゃあ左手上げて。左手上げてあげて。で、最近意外とみんな周り、お客さんとかでもジム行ってる子多いからね。流行ってるんですかね。流行ってるね。いやでもムキムキ男子よりちょいぽちゃ男子の方がやっぱ。ああ、それちょっと気になる。女の子はそのムキムキがいいのか。まあ俺めっちゃデブだし。脱いでしたいよ、脱いでしたい。いやいや、社長。てか社長お願いします。もうそういうの丸投げっていう。社長映ってないからって。ちょっとそれずるいですよ。それはなんかね、男の子はジムでまあやってるようなイメージあるじゃないですか。女の子ってジム行って何するのかな。僕のイメージなんですけど、走ってるイメージです。谷間揺れてるヨガで。それはジムなんですかね。あとプールとかかな。プール広いっすね。プールないとね。え、てかみんな泳げる。泳げるでしょ。泳げる。え、絶対泳ぎは一番嫌い。あそこはムキムキがいいな。あそこはね。じゃあ俺じゃん、それ面白いね。ちょっとじゃあ出しますか。いや、いいや。それはやっぱり今度でいいや。今度で筋肉。今度で逆になんか金づちの人ってなんで金づちなんですかね。まあ泳ぎ努力してこなかったから。いや、深すぎるわ、急に。急に深い。小学校の時なんか泳ぎの練習めっちゃさせられて、みんなするよね、それって。いや、このようにできない人とかいないから。哲学強。急に強。止めてよ。そう、歴史は分かんない。みんな分かんないから。これアップどうないですかね。あっち見てください。あっち見てくださいじゃなくて、今社長手抜きや。いや、もうアップ来てください。ここでドーン手抜きっす。いや、やっぱりああ、いい社長ありがとうございます。あ、龍馬さん哲学ですか、これ。オッケーです、オッケーです。あ、いつものありがとう。ちょっとそこにくださいよ。そこにください。ああ、かかっちゃったね。で、カチンソロアルコール。やっぱ努力すれば何でもできる。いや、何でもできる。何でもできる。じゃあね、羽生くんもね。羽生くんしか、羽生くんしか、でかい。近すぎる。社長、ほら誰ってなってるじゃないですか。顔でかっ。社長、それちゃんとそうほら誰ってもう顔でかい顔でかい。いやでもけど笑ってくれたなら俺それ本望だわ。でもでかいのは顔だけじゃないですね。顔顔顔顔顔ってなるもんね。もうあと何でかいの？器？器もでかい。人間として器のでかさもあるし。でも言ってたじゃないですか。ね、便器に座ると便器についちゃうからこれ一回どかしながらおしっこする。え、今日普通じゃない？それどかしながら。しかも知ってる？店長のじゃあお尻の拭き方知ってる？ああそう。みんな俺なんか多分みんなね。わかんないけど、俺はじゃあまあこう座ったら俺こう一般的なこう取ってめっちゃ巻くな。俺こういくの。え、あ、違う違う、そうこう。女子じゃないですか。女子ちょっと上げてね、こうやるんだ。あ、まあ典型的な。違う、今やっちゃったけど。やったじゃん。やっちゃったけど、店長はこうトイレット。いや、巻きすぎじゃない？巻きすぎ？こんなでかくない？巻くな。こういくからね。マジっすか？え、これ普通じゃない？え、女子。女子は前から。そうなの？女子前から。見たことねえけど。でしょ？その辺整形ないっすか？いや別に。あんまトイレは見たいとかは。まあ見してくれるんだったら見たいけどね。まあ。え、みんなウォシュレット使う？ウォシュレット俺使ったことないんすよ。俺も嫌だ。嘘、使わないの？使ったことない。なんで？くすぐったくないですか？だってさ、ちゃんと綺麗にしたくない？全部一番初め、どうやって言われるんですか？だってさ、なんか親に言われるんですか？あれ怖いのが、なんかこうビーって出てくるじゃん。あれなんか公園のさ、水道水みたいでなんか飲んじゃいそうじゃない？いやどんな体勢なんですかそれ？あれ腰上げたら子供の頃よくやったじゃん、こう。まああれもウォシュレットと一緒でしょ。便器でこうやる状況って履いてる時ぐらいやべえやつっす。あれでしょ。でも女の子はウォシュレットを違う理由で使ったりするんでしょ。何教えて。前から後ろにね。どういうこと？いやね、一人気持ちいい？みんななんか女の子でウォシュレット気持ちいいっていう子もいるでしょ。ああ、一人でやる。わざとぶつけるんすか？それはないって。それはないよ。じゃないよ。でもシャワーとかウォシュレットとかね。ああ、言いますね。でもね、でもいや龍馬の時間だよ今龍馬の時間だけど。でもね、だいぶ社長コメが上がってきたのでね、そろそろ。いやけども社長はもうこれって決めたらこれだから。そうだよ。今日は丸投げしたんだから。そうだよ。いいんだよ、これでいいんだよ。今日は。じゃあ何？じゃあ今度は来週のテーマ？え、もうそこ行くの？まだ1分あるんですよね、時間。1分あるね。じゃあ今ね、ちょっとオナニーの性癖からオナニーのねことになったけど、ちょっと男の子のオナニー事情。オナニー事情。どうやってオナニーするか。欲しいですかね。どうやってオナニーするか。あと絶対別に聞きたくないです。俺らは絶対聞きたくないよ。じゃあ女の子龍馬さんの話聞きたいかもしれないけど、俺らの話聞きたい人います？全然いないよ。オナニーしたことないもん。龍馬さんチンチンついてない。あ、そっか。俺の多分小間劇に落ちてるから。よし、じゃあ振ってそれ。そのまま振って。最後振って。来週のテーマちょうだい。来週のテーマ。いや無理でしょ。3秒でかけるかよ。もう終わっちゃうよ。バイバーイ。でもなく黙り込んだことにされ、何回目の錯覚だ。笑っていたのさっきまで伝え込んだ仮面をやめ、ラクダに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。